はい、お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回は仮想通貨新時代ということでね、新しい私が今まで皆様にお話してこなかったテーマについてお話しようと思います。第1話の今日はズバリエアドロップについて解説いたします。エアドロってよく聞きますけども、一体エアドロップって何なの？それ儲かるの？高いの？エアドロでお金をたくさん失ったり人生がダメになっちゃったケースってあるの？様々リスクについてもお話しようと思います。まあ、早速お話していきますけども、こちらの方にまとめてますんでね、必要な方はこのファイルの方をお送りしますので、メールを私にください。メールで返信してですね、これですよっていう風にこのファイル、今日読み上げたファイルをプレゼントします。まあプレゼントって言ってもね、こちらとしてはコストがかかるわけじゃないんで、いくらでもあげますよってことなんですけども、まあ別にファイルもらわなくてもこの動画を聞いていただければ一通りわかるようになっております。はい、じゃあお話していきますね。仮想通貨の世界におけるエアドロップっていうのは、新しい仮想通貨やトークンをプロジェクト側が無料でユーザーに配布するイベントのことです。これをエアドロップって言います。もともとエアドロップってね、 iPhone のデータを他のデバイスに Wi-Fi を通じて送る仕組みのことをエアドロップって言ってたんですよ。それがいつの間にか仮想通貨の世界では運営側が一定のプロジェクトのプロモーションのために、皆さんもうエアドロップで皆さんにトークンあげますよっていう風なイベントに変わったんですよ。じゃあなんでね、そんな運営側が一方的に損するようなエアドロップみたいなのをやるんだってことになります。どんな目論みがあるんだってことですよね。それがエアドロップが行われる理由というところになります。まずはね、どんな飲食店、お店、会社をスタートするときでも、広告を出したりティッシュを配ったりサービス券を配ったりとか体験会をやったりとかするでしょ。最近でしたらモデルハウス、モデルルームに行ったときに、例えばタマホームに行ったらね、行っただけでクオカード3万円分もらえるんですよ。それによってタマホームの家はこんなんですよっていう風に知らせて、その中から実際に家の個別住宅、注文住宅を買う人を募っていって、そこで回収するっていう仕組みですよね。だからエアドロップっていうと特別なものに感じますけども、世の中のお店とか会社が当たり前にやってることなんですよ。ソフトバンクだって最初は携帯電話を無料で配ったでしょ。無料で配った後で課金したでしょ。要するにそういうことですよ。はい、エアドロップが行われる理由ですけども、まずはプロジェクトの認知度の向上という目的があります。新しい仮想通貨とかトークンの認知度を上げてコミュニティを拡大したいという目的です。最近でしたらワールドコインっていうのがあるでしょ。あれオーブの前に行ったらお金がボンともらえるじゃないですか。あれによってなんだワールドコインはっていう風になるじゃないですか。俺も欲しいってなるでしょ。だからワールドコインに参加してオーブの前に立ちたいってことになって、オーブの前に行列ができる。もしくはオーブってものを置くお店とか施設に人を集める効果があるから、その周りの飲食店とかお店が流行るよねっていう仕組みですよ。はい、2つ目、エコシステムの活性化。エコシステムって一体なんだってことになりますけども、こういうことです。自社のブロックチェーンやプラットフォームを利用してもらうためにインセンティブとして配布するということですよね。これがだからまさにソフトバンクが最初に携帯電話を無料で配ったでしょってことなんですよ。他の携帯電話の会社は携帯代を回収しないといけないから有料だったのに、ソフトバンクだけがね、あげますよって感じでみんなにあげちゃったんですよ。でただでもらえるんだったらってことで携帯電話を使い出したら固定費、通信料がかかるわけでしょ。そこでソフトバンクが回収したってことなんですよ。何も特別なことではありませんね。最初にこの会社を選んだインセンティブとしてもらえましたってことなんですよ。で仮想通貨の世界では、仮想通貨を持ってる人が多ければ多いほど影響力が強くなるわけですから、じゃあ最初にみんなにあげちゃおうっていうふうに考える会社もあるってことなんですよ、ね、はい、次、マーケティング戦略ですね。新規ユーザーの獲得とか既存ユーザーへのロイヤリティ向上を狙ったマーケティング戦略として行われることもあります。まあ、つまりもうすでにエアドロップの前にね、ユーザーが一定数いらっしゃると。そのユーザーがもっと俺たち便利に使いたいし、サービスも増やしてほしいし、儲けたいんだけどなっていう時に、じゃあ利用者を増やすためにもうね、あのエアドロップで会員を10倍にしますみたいな形で約束するんですよ。でエアドロップして会員が10倍に増えたら、既存ユーザーのところにインセンティブが集まりやすくなるってことですよね。はい、
で次です。じゃあ今度はね、エアドロップに参加する我々消費者の方にはどんなメリットがあるんですかってことですけども、1つ目、もちろん無料で仮想通貨を手に入れることができるんで、それがたとえ無名の仮想通貨でも欲しいじゃないですか。もしかしたらそれがね、タダでもらった仮想通貨が値段がついて儲かるかもしれないから、タダだったらくれよって話ですよ。いや、それがね、最初にあの ICO みたいに、このエアドロップにはあなたのお金を私がいただきますよ、その対価として渡しますよっていうんだったら、 ICO のね、なんかノアコインかなんか分かりませんけど、スピンドルか分かりませんけども、警戒しないといけないですよ。最初にお金を渡してね、ある一定のトークンもらう、仮想通貨をもらうってエアドロップってのは今まで散々嫌な思いしてきたでしょ。だから最初にお金全然払いませんけども、もらえるんだったらもらいますよっていう形、それが今のエアドロップですよね。条件を満たせば無料で新しい仮想通貨やトークンを手に入れることができるということになります。じゃあ条件を満たせばって何なのって、じゃあこのウォレットをあなたのスマホにダウンロードしてくださいみたいなのがあるかもしれませんし、どこどこのイベントに来てくださいって形になるかもしれませんね。そういった無料のイベントとか有料のイベントとかに参加したらトークンがもらえますよって感じで、集客の一環、その対価としてもらえますよってものだったりとか、自分の個人情報を差し出す、名前とか電話番号とかね、メールアドレスとかを差し出す代わりに、トークンがもらえるみたいなのをエアドロップっていう風にやってる可能性もありますよね。はい、この辺から小さなリスクが発生してくるってことになります。自分の個人情報ね、名前だけとはいえ、電話番号だけとはいえ、メールアドレスだけとはいえ、渡すのは結構勇気があるでしょ。だからエアドロップで無料であげますよって言っても、思ったよりももらいに来る人が少ないってことなんですよね。それから私たちユーザーに対しては将来的な価格上昇の期待がありますよね。無料でもらったエアドロップでもらったトークンが値上がりしたら、それはいいじゃないですか。元で0円で100万儲かりましたみたいな世界も今ならあり得るってことなんですよ。配布された仮想通貨は将来的な価格上昇を見込むことができ、投資のチャンスとなる可能性があります。実はね、 YouTube で知ったんですけども、その堀江貴文さんっていう有名人の方がいらっしゃるでしょ。あの人がね、なんかいろんなトークンをもらうらしいんですよね。で、堀江さんが言うには、私もねこんな感じだったかなと思って思い出したから言いますけども、なんかその無名のトークンを俺にくれる、堀江貴文さんがもらうことによって、堀江もんだって持ってるんだよっていうふうなプロモーションに使えるからくれるんだっていうことをね言われてました。例えばイーサリアムをもらったらしいんですよ。イーサリアムが無名の頃で、堀江貴文さんそれもらったんですけども、暗号キーをなくしてね、もうイーサリアムを取り出すことができないらしいんですよ。でもスマホを開けると自分の保有イーサリアムが2億円ぐらいあるって言って言われてましたね。でも取り出すこともできないし、利益確定することもできないし、どっかの取引所に送金することもできないし、専門家に任せてもそれをどうにかするってことはできないんで、なんか使うことのできないイーサリアムが2億円分あるんだよってことたまに言われてましたね。でもイーサリアムは堀江貴文さんの影響がなくても、今思えばね、ご覧のように有名になったでしょ、うん、でもやっぱり無名なコインね、それこそねノアコインなんてのがね、堀江さんがもう押し付けられたにしても持ってたら、当時のノアコインのプロモーションっていうのは、堀江さんだって持ってますよみたいな感じで、もっと ICO でボン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 売ったと思うんですよ。で結局ノアコインはどうなりましたって話ですけどね、はい、まあ、そんな感じで将来的な価格上昇が見込める、そんな期待を私たちユーザーが考えるから、エアドロップで無料で欲しいよねってことになります、ね、無料じゃなくても1000円とかでねもらえるんだったらもらいたいでしょ。それがやっぱり30万だか50万だったら考えちゃいますよね。詐欺じゃないかと思っちゃいますよね。最近はタダなんですよ。はい。で、新しいプロジェクトに触れる機会もあります。新しい仮想通貨とかブロックチェーンプロジェクトに触れる機会が増えるのは、エアドロップでもらったその仮想通貨を持ってる人だけに追加情報が来るっていうことなんですよね。そうすると投資の幅って広げることができるじゃないですか。だから投資は一定の大きなお金がないとできないって思われてる方ね、無料でもらえるエアドロップっていうのがあったら、ちょっと興味持ってもいいんじゃないのっていう風なとこですよね。で、次に、このエアドロップ美味しいことばかりではありません。ちゃんと注意点がありますので、私もいくつかね注意点を考えてみましたんで、皆さんもね考えてみてください。あくまでリスクってのは、人に教えてもらわないとわからないようなリスク判断能力だったらもうやんない方がいいですよ。自分で想定するんですよ。こんなリスクがあるんじゃないかな、あんなリスクがあるんじゃないかな、リスクヘッジってのはそこから始まるんですよ。
人に言われないと気づかないようなリスクヘッジの低さだったらもうやらない方がいいですよ。そんなの泣き言言うだけです。そんな人が大金を得れるわけがないです。だって自分のお金のことに危機感を持ってないわけでしょ。ダメですよそんなの。ニーサだってね、価格がゴーンとね石破ショックで下がることぐらいはやっぱり考えておかないとね。セールスマンのセールストークに乗ってちゃダメなんですよ。セールスマンはリスクを優先的に説明してはくれないんですよ。リスクはあくまでも自分が考えることね。例えば戦争が起きて日本円がパーになるんじゃないかなっていうのもリスクを自分で言われなくても考えることでしょ。宇宙人が攻めてきて地球が滅亡しましたって言って株価が暴落するっていうリスクも自分で考えないといけないでしょ。でそのリスクの大きさとか宇宙人が攻めてくる可能性なんてのはいろんな説があるんですよ。だから自分でどの説を取るのか、もしくは自分で自分の説を作るのかっていう風に結局自分次第なんですよ全てはね。はい、ということでね、詐欺に注意っていうのが1点目です。エアドロップに参加する際は全てのエアドロップがね安全なわけではないですよと。偽のエアドロップとかプロジェクトが存在します。例えばイーサリアムエアドロッププロジェクトって始まってイーサリアムとは全く関係ない団体がやってる可能性もあるんで、その辺も警戒した方がいいですよね。三井住友銀行のホームページに行ってみたけども、そっくりな偽のホームページがあって、そこに自分の個人データを入力したら自分のお金取られちゃったみたいな事件もあったでしょ。だから十分に情報収集を行って信頼できる情報源から情報を収集することが大事なんですよ。だからそうなると情報を取ってくるセンスが個人個人違うもんですから、情報を選ぶセンスっていうのを高めていかなくちゃいけないんですよ。こんなこと学校では教わらないでしょ。学校で教わってこなかったことでも社会に出たら自ら学び続けるしかないんですよ。当たり前のことじゃないですかそんなの、ね、次、条件の確認です。エアドロップに参加する際はこれも注意してください。リスクになります。エアドロップに参加するためには特定の仮想通貨を保有してるって条件があったりね、例えば無名な仮想通貨を持ってますか、持ってないんだったらどっかで買ってくださいみたいなことになるわけです。でそういう場合は自分のお金が実際に直接そのエアドロップには出さないけども間接的に払うことになるんで、どうしますかってことですよ。で SNS でプロジェクトに関する投稿を自分でしてみるとかね、さまざまな条件が設定される場合があるでしょ、だから参加条件を必ず確認して、この参加条件に自分は見合うだけのことができるだろうか、そこにリターンとしてもらえるエアドロップの価値は見合うだろうかってことをやっぱりいろいろ自分で考えるんですよ。人に相談してもいいんですけども、相談した相手が自分よりも詳しいですかってことですよ。その辺の関係値も考慮に入れながら、全ての選択は自分の責任でやるわけですよ。誰かが言ったからこうなりましたとかね、あ、騙されましたって全部泣き言なんですよね。ラーメン屋に行ったってね、ラーメン食ったらまずかったってあるわけですよ。詐欺ですかそれ。そういうリスクも込みでラーメン食べに行くんでしょ。でラーメン食べたらね太りました、それもリスクじゃないですか、だと思ったらラーメンに潜むリスクはどのぐらいのものが考えられるのか、そのリスクが自分に降りかかっている可能性は高いのか低いのかってこともちゃんとね認識しないとね。まあ食べに行ったラーメンがまずかったっていうリスクはまあほとんど今の時代ないと思いますけども、でも闇市の時代にはね、雑炊食べたら進駐軍のタバコの数が入ってたみたいなこともあるわけですよ。そしたらしょうがねえだろ、軍の払い下げなんだからって逆に店のマスターに怒られたりとかしたらしいですけどね、はい、今はそんな時代じゃないんで、今の時代に即したリスクを自分で想定して準備するってことが大事です。で次、リスク、税金です。エアドロップで受け取った仮想通貨がもしね儲かるものになったとしたら嬉しいんですけども、課税される可能性ありますからね、その辺も考えてくださいねってことです。以上、私が短めにね今回リスクを紹介しましたけども、リスクはこれだけじゃないですよ。私が思いつかないリスクだってあるわけですよ。だから自分でリスクは何なのかっていうふうに広く世界を見ながら、こんなリスクあるんじゃないの、あんなリスクあるんじゃないのって自分で見つけ出さないとね。学校に行っても教えてくれません。お父さんお母さん教えてくれません。どっかの専門家が言ったことが全てではありません。その上でやるかやらないか、それが自分に降りかかってくるリスクだと思いますよね。彼女と付き合ってもね、彼女のいらん側面を見るんですよ。夜中に屁こきました、それが臭かった、うわこんな女と付き合うんじゃなかったって言っても、そういうリスクもあるじゃないですかってことなんですよ余計なこと言いましたね。そしてエアドロップに参加する方法です。
世の中にはいろんなエアドロップがあります。参加する方法、プロジェクトの公式のウェブサイトとか SNS をチェックしてください。もちろん私がねこんな話をした以上、エアドロップのこれはどうですかって紹介することも今後ありえますよ。私が紹介したからいいんだ悪いんだじゃないんですよ。私はたまたま情報の共有をしましたけども、その評価をするのは皆さん、あなたなんですよ。あなたが自分のセンスでこのエアドロップどうかな、自分の背負えるリスクなのかな、求めてるリターンなのかなってことをそれぞれ考えないといけないんですよ。当然年齢とか性別とかお金のあるなしによってリスクは変わるんですよ。みんなが一定の同じリスクを共有してるわけではないんですよね。耐えれるリスクと耐えられないリスク、みんな違うんですよ。10万円なくなっても耐えれる人もいれば、1万円なくなったらもう明日食うものがないっていう、そんなリスクもあるわけです。そう考えていくと、私が一元的にリスクはこれですよって言えるもんではなくて、それぞれの立場に見合ったリスクがあるってことなんですよ。だから自分でリスクを承知しないといけないってことになるでしょ。はい、でこのようにね、いろんなリスクはありますけども、エアドロップに参加するときはやっぱり自分で情報を探っていく、もしくはたまたま自分のところに届いた情報の中から精査していくっていう作業が始まります。いわゆるね、詳しくないとできないってことです。はい、で仮想通貨のコミュニティに参加するっていうのも一つの手ですよ。まあ速稼塾の放送も言ってみれば仮想通貨のコミュニティと言えます。私仮想通貨の結構放送してるでしょ。だから仮想通貨の情報だけ取りたいって人が速稼塾に入る例もあるんですよね。それから私の友人の東京の小野田さんとかもね、仮想通貨のことを、ね、よくご存知ですよ。でインタビュアーもやってましたしね、やっぱり裏も表も知ってる方ですよ。だからそういった方とつながっておいて、ぶっちゃけどうなのって聞けるような関係を作っていくことも大事です、ね、やっぱり昨日今日知り合った人が小野田さんに聞いて答えてくれることと、10年来の付き合いの私が聞いて答えてくれることと違いますからね、やっぱりね。はい、仮想通貨のコミュニティに参加することで最新のエアドロップ情報を入手できるかもしれませんってことです。私はこれからエアドロップの情報も積極的に放送していきますからね。私もいろいろと自分の資金と労力を使って精査した上で、これはどうかな、これはまあ紹介してもいいんじゃないかなっていう風なのは紹介していこうと思います。基本的にはエアドロップが無料でもらえるもの、それに即していきたいと思いますけども、そのエアドロップに関わる上で一定のコミュニティに参加しないといけないものってのもあると思うんですよね。だから自分が丸腰でエアドロップをこう扱えればいいんですけども、そうとは限らないでしょ。その場合はやっぱりエアドロップを専門的に分析解析している実績のあるグループってのに参加した方がいいんだよね。でその参加するときにサポート料いただきますよっていうのがあるのは、それはしょうがないと思ってください。でそういうのは私は進めますから。あの FX についても、私がね FX の LINE コミュニティに入ってるって言ってるでしょ。あれ毎月10万かかるわけですからね。ってことは毎月10万以上稼いでる人じゃないとそこに入れないんですよ。そういった形で運営のサポートも細かいけれども、参加する人をフィルタリングしてるんですよね。いい加減な人が入ってこないようにちゃんと有料化してサポートも徹底するって形を取ろうと思うと、一つの企業体とかね、なんか組織体になってくるわけです。当然そういった人材リソースとか情報リソース使うんだったらね、システムもあると思いますんで、それなりの経費は払うってことになりますので、有料のコミュニティってのがあった方が私は安心だと思いますけどね。はい、でエアドロップ情報をまとめたウェブサイトも活用してくださいねってことになります。まとめます。エアドロップは無料で仮想通貨を入手できる魅力的なチャンスなんですが、リスクもあります。参加する際は十分に情報収集を行って慎重な判断を心がけてくださいね。ということで、今度の放送はそのエアドロップにまつわるリスクについてお話ししようと思いますので、この続きはまた次の動画でお楽しみに。いってらっしゃい。